福山さんは神奈川県出身の34歳。慶応義塾大学を卒業後、東京の IT 企業に入社。その後独立し、今月中旬まで営業支援会社の社長を務めていました。小学校から野球を始め、高校時代にはピッチャーとして甲子園に出場しています。今日の就任会見で福山さんは、まずは会社経営の部分で貢献してチームを強くしたいと抱負を述べました。NPB に進出するメンバーを一人でも多く生み出していきたいと思っております。ただそれだけではなく、 NPB に進んだ選手もその後 NPB の各チームでキャプテンだったり選手会長だったり、その後球団経営を率いていくような、そんな選手を一人でも輩出していきたいと思っています。また福山さんは自身の営業力を生かして資金調達に向けてチームの株式上場を目指す考えも示しました。